皆さんこんにちは、シンガーソングライターのモニアンパーと言います。はじめましての方が多いと思うんですけど、作詞作曲全部してるので、よかったら聞いてください。ラブレター。あのね、今日は私その後
大学の滋賀県にやってきました、シンガーソングライターのモニアンパと申します。簡単に、ね、自己紹介から、ね、していきたいと思います。私は活動今年4年目になるんですけど、その前に引きこもりをしていて、引きこもりをしてた時にさゆりさんっていうシンガーソングライターさんがいるんですけど、知ってるかな。その方の YouTube で路上ライブの映像をよく見てたんですね。でその時に、誰かがさ、泊まるかわかんない都会とかでさ、地べたでギター弾いて自分の気持ちを一生懸命ぶつけてる姿にすごく勇気をもらって、でもし自分が起き上がったら今度は自分のように苦しんでる、引きこもりで苦しんでる人や、やっぱこう何かしらみんな抱えて生きてると思うんですけど、そんな人のために励ましてあげられるようなサプリのような音楽を作りたいと思って活動を始めました。なのでなんかね、毎日生きるってさ、すごいなんか大変じゃない？どう？私は学生の時も学校行くのも嫌いだったし、なんか人に会うのもあんまり好きじゃなかったんで、なんか毎日生きるだけでストレスを感じていて、なんで歌とか聴いて、なんかね、これ聴いて通学しようとかそういう感じで生きてきたので、そんな毎日のみんなの中でね、一曲でも心に届くような楽曲があったらいいなと思って自分で音楽を作っています。でサブスクがあるので、 Apple Music とか LINE Music とか Spotify とかあるので、配信あるので、よかったら、まあ、今日聴いてみてよかったなと思っていただけたら、ぜひ1曲でもいいのでダウンロードして毎日のみんなのサプリに取り入れてほしいなと思います。で去年の5月から大阪の遠征をスタートさせて、自分の歌を今関東で活動してるんですけど、やっぱ広めていくためには自分で届けていくのが一番早いのかなと思って、で去年の5月から路上ライブと一緒に大阪の方に遠征を始めました。あと愛知とかにも行ったり、静岡にも路上したりとかもしたんですけど、で今年は、ね、滋賀県に、ね、来れたのですごく嬉しいし、滋賀県で路上も雨が降らなければ今日やろうと思ってて、なんでもしよかったらツイッターとかに今からやりますみたいなツイートするので、ぜひよかったらフライヤー後で、そこにあるんですけど無料で配ってるので、よかったらもらっていってください。じゃあなんかみんなに好きな曲があったらいいなと思いながら歌っていきたいと思います。じゃあ次はね、自分が引きこもりからまあ、一番最初に作った鼻歌で、ね、作った楽曲をみんなに聴いてもらってから、ちょっとどんどん歌っていくので、ゆっくり聴いていってください。お願いします。自分の勝ちで誰you
間がもう終わっちゃうんですけど、皆さん緊張しててね、今日ね。なんか滋賀県民の人って聞いていいですか？めっちゃいる。滋賀県じゃない人、関東の人、すごい。関東じゃない人と九州の人、ない、四国の人、あとどこ、あと沖縄の人、東北の人、北海道の人、あと何かあった、抜けてる、何、中部地方、あ、そっか、中部って近いんだっけ、近くはない、そんなに、何で来るの、電車、2時間、そんな感じ。ありがとうございます。あ、嬉しい。いや、ちょっとね、そうね、緊張してて、ちょっとなんか愛を見てた曲はね、一番最初に作ったのにね、なんか間違えちゃってね、やっぱ緊張してるんだなと思いました。で、今日はまあそうね、みんなに会えたので、あとなんか手拍子とかもしてくれて本当にありがとうございます。嬉しいです。普段はライブハウスとかだとおいおいやったりしてるんですけど、今日はね、なんかどういう勝手かわからなかったので、ちょっと静かに。でも皆さんが歌をね、大事そうに聴いてくれたので、すごく嬉しいです。まだ私のね、音楽の人生は始まったばかりなので、たくさんの人に届けるために努力していくので、またね、皆さんに会える日を楽しみにしていきたいなと思います。あとコロナすごいさ、最近3年くらいずっと大変だったと思うんですけど、ね、マスクがいよいよ、ね、自由性になるみたいなので、なんかすごく嬉しいです。なんで次はマスクをしてない皆さんの素顔が見れるのかなと楽しみにしております。では最後はコロナの時に作った楽曲で、クローという楽曲があるので、それを聴いて終わりにしたいと思います。では聴いてください、クロー。